ダギ、遵守皇帝皇統、五季とある。ダギは、モンゴル帝国の聖祖、クビライの皇孫、ダルマバラの夫人で、武装カイシャンと人相アユルバルワダの母。漢字表記は答えおのれ。コンギラト部族の出身で、チンギス・ハーンの正雄人、ボルテの弟アルチノヤンの彦にあたり、アルチノヤンの四男ナチンの息子、テムルの娘である。クビライの皇后チャブイは、大伯母にあたる。幼少のうちから、燕王チンキムの宮廷に迎え入れられてその次男、ダルマバラに近侍し、成人と共にダルマバラと結婚、カイシャンとアユルバルワダの二子を設けた。夫の創世後、遊牧民の間では、一般的な寧婚制により、夫の弟にあたる、清州テムルとの結婚が検討されたこともあったと言われるが、再婚は行われなかった。このためかテムルの皇后ブルガンとは不和であり、テムル晩年の1305年にはブルガンによって首都大都を遠ざけられ、次男のアユルバルワダと共に、カナンの懐州にあるダルマバラ家の所領にあった。1307年、テムルが死ぬと、傍系の王族はナンダを即位させようと目論む、ブルガンに反対する重臣たちによって、アユルバルワダと共に密かに呼び戻され、大都に入ってブルガンとアナンダを打倒するクーデターに関与した。続いて、アルタイ山脈方面に駐留していた長男のカイネ王カイシャンが帰国し、大ハーンに即位すると、アユルバルワダは皇太子として建てられ、ダギも皇太后に建てられる。ダギは、かつて暴婦、ダルマバラの母ココジンが領していた、劉府勲宮を継承し、間もなくダギのために、強制宮が建てられて、劉府勲宮を合わせた。強制宮は代々コンギラト部出身の皇后によって所有されてきた莫大な財産と所領を継承し、その管理のためにいくつもの官庁が設けられ、それ自体が一つの王国に匹敵するほどの規模を誇った。1311年にカイシャンが30歳ほどの若さで突如急死し、ダギの溺愛する弟のアユルバルワダがハーンに即位すると、カイシャンの側近たちは突如追放され、ダギの長親テムデルをはじめとする強制宮の重臣が、権勢を振るうようになり始めた。カイシャンが弟のアユルバルワダを皇太子に立てたとき、その次のハーンは、カイシャンの子のコシラとするよう兄弟の間で約束されていたが、ダギは、コシラが幼くして英気があり将来思い通りにならないことを恐れ、約束を破って、アユルバルワダの子で柔弱なシデバラを皇太子に立てさせた。アユルバルワダの治世ではハーンにはほとんど実力がなく、ダギとその側近たちが政治を自由に動かした。ハーンの勅令よりも、皇太后の妹の方が権威を持つと言われ、シデバラを皇太子に立てるのもダギの妹によって行われた。アユルバルワダは即位してほどなく、1315年4月、ダギに皇太后に加えて、儀典教政治、人志明いことぶき元前のリアスネイトミ系、皇太后という尊号を送った。1320年に、アユルバルワダが、やはり若くして亡くなると、その維持でまだ10代のシデバラがハーンに即位し、ダギは、ふと皇太后に立てられた。シデバラの治世では、ダギの権勢は、ますます盛んになり、アユルバルワダの末年に罷免されていた。テムデルが右上昇に返り咲くなど、ダギの意志が押し通された。しかし、シデバラは成長するとともに毅然として政治に乗り出そうとする傾向を見せ始めたので、ダギはシデバラを擁立したことを後悔しながら2年後に亡くなった。ダギが死ぬと、シデバラはテムデルの遺族を追放し、その財産を没収するなど、強硬的な改革を進め、ダギの党派は一掃されてしまった。ありがとうございます。